はい、じいちゃんの話は以上で終わりです。定吉の身の回りの世話をしたのは高見家の娘、1歳年下のフサです。後にフサが子や孫たちに話して聞かせたことが脈々と語り継がれてきたのです。定吉の話をフサから直接聞いたであろう孫の高見三郎は、小学校を卒業後炭焼きをしながら独学で教員免許を取得し、文部大臣まで上り詰めた人物です。今語り継いでいる吉井さんは、そのまた孫の世代、定吉のことは母親から妹と一緒に何度も聞かされました。あまり私の両親は何を頑張らないといけない、頑張らなきゃいけないってことはあまり言わなくって、なんかほんのりとこんな人がいらっしゃってすごかったねっていう感じが多かったですね。定吉さんはすごいの、素晴らしいね、なんと本当気の毒じゃったけど、よう頑張ってな、立派な人じゃったのという話をね、そうですね、よくしてくれておったんですよ。で、現在にお前たちも頑張れよというそんな雰囲気はいつもありましたけどね。真っ先に聞いたのは、なぜそんなに長い間ですね伝えてきたのですかということなんです。そしたら回答は単純明快で、それは高見家の誇りだからですっていう答えが返ってきたんですね。飯沼さんは言い伝えを聞いて、空白の2年間は長州にあったと信じ始めました。そしてある人に手紙を送りました。長崎のお殿様の子孫から返事が来ました。驚いたことに、定吉のことは長崎家でも密かに語り継がれてきたといいます。定吉の母親に密書を出し、息子さんは見どころがあるから長州で養育していると伝えたこと、また長州養育の件が会津に知られてはならない、長州でも敵を守ったと知られるとまずいので誰にも言ってはならないということも。手紙を書いた松葉さんは奈良崎のお殿様の孫の孫、夜叉子にあたります。幼い頃一緒に暮らしていたひいおばあさんによく聞かされたという松葉さん。ひいおばあさんは奈良崎雷蔵の一人娘です。ちょこんと横に座るんです。外には言うなと、うん、決して言うなと。でもうちでは言えって言うんですよ、代々もう死のうとするところが何度かあったらしいとおばあちゃんが言うんです。だけれどお前なと、生き残ったんじゃないと、死に損ねたんじゃないと、生かされてるんだと。だからそれをね、切り替えなさいということで、生かされてるから国のために役に立つような仕事をしろと、だから勉強しろと言ったそうです。会津藩と同じように長州藩も教育を大切にした藩でした。奈良崎雷蔵も幼い頃から文武両道に励みました。奈良崎の陣中日記には、東京で書籍を数部手に入れたとあります。戦争を終え長州へ戻る前の忙しい最中、わざわざ本屋を呼んで定吉のために買い揃えたとみられます。当時のベストセラーは福沢諭吉の西洋事情、最先端の技術であった電信、電気通信のことが紹介されています。学問に打ち込んだ定吉は長州を出た後、電信の道を歩みました。後に日清戦争では陸軍の技術部総督として朝鮮半島の電信仮設という
大事業を成し遂げました。飯沼さんは去年から各地で講演活動を始めました。祖父のたどった数奇な運命を多くの人に知ってもらいたいと言います。145年前のことをなぜ語り続いてきたのかということが私にはその驚きであります。逆に言うとそこに重要な意味合いがあったのではないかというふうに思っております。皆さんお拍手でお迎えください。この日は定吉の運命を変えた2人のその子孫が駆けつけてくれました。今一度のご紹介いたします。向かって、私の隣です。皆さんから右の方が、飯沼定吉の直系の孫さんであります、飯沼和元さんです。それから、次のご婦人が、長州藩士長木大蔵の、子孫の方で増間玲子さんです。飯沼さんはこの機会に2人に伝えたいことがありました。145年前を戻って、改めて私からお二人にお礼を申し上げたいと思います。3人揃ったのは初めてのこと。話はつきません。その誰にも言っちゃいけないとかいうことも含めて教えてきたんだと思うんですね。でそれをこの松さんはですね、しっかり記憶に留めてそれで4代先まで伝えてきたんですからね。これはすごいことですね。この部屋でこの書斎で、その定吉さんがもう生まれ変わったように勉強を始めたんよ、それがこの部屋なんよって自ら涙を流しながら本当定さんの話を寺井戸さんの話をよくしてくれたんですね。でここでね、あの定吉がここからこの土間に飛び降りたんよって、ね、祖父は学ぶ機会を与えられ人生を生き抜くことができました。今度は自分が与える側に。東日本大震災で被災した若者たちの教育支援を始めました。6月までの奨学金です。大事に使ってください。ありがとうございます。3ヶ月で15万円の奨学金は返済の必要はありません。単に自分の中にしまっておくだけではなくてですね、いろんな被害に遭った方と気持ちを共有していただいて、前進していただきたいと、こういうふうに思っております。東北にゆかりのある人を中心に寄付を募り、東京で NPO 法人を組織しました。あとは役に立つのがいいかなっていうのはあります。将来は地元のために働きたい、被災をしてもなお学びたいという大学生7人を見守っています。まっしぐらに走ってほしいと思ってるわけですから、無駄道を通らずに、そこにこうスパッと入ってですね、やっぱり電気つかないし水道もガスもつかないんで、なんて家事労働をずっと手伝いしてたんで、その分やっぱり勉強したいっていう思いは強まりました。父親が地方の役所の司書みたいなところで働いてたんですけど、ちょっと公務員だったのでやっぱり地域の人たちの避難とかをしてて、それで津波に巻き込まれちゃってそれで亡くなっちゃったんですけど、本当に残るべきだったのかもしれないですけど、やっぱり大学のうちぐらいは東京に出ていろんなことを学びたかったので、ちょっと母にも無理言って行かせてもらって。飯沼さんは幕末に壊滅状態になったかつての会津と東日本大震災の被災地を重ね合わせています。今回の大震災もですね、場所によってはほとんども壊滅的な打撃、その中からやっぱり若い人に託するという気持ちは同じだろうと思うんですね。
まあ、昔とは全然時代が変わってしまったんですけども、その思い入れというのはそこにあるんですね。幕末から明治、そして今も思いは時を超えて息づいています。